ゴンドラは動いてないっぽいですね。遅めですが開始です。前に来た時に比べると積雪量ももう固められ、はい、分岐に来ました。おなじみのまっすぐ行くと黒金、左に行くと薬師ですね。あのね、黒金に向かうんですよ。薬師に向かうところはノートレイスまたノートレイス再びですよ。今回ちょっと引き返しましてですね、黒金ルートを今歩ってます。なぜなら前回行った時にやっぱノートレースで薬師だけで引き返さざる、今回なぜ黒金ルートを取ったかっていうと、黒金小屋までは人が行ってるんで楽なんです、正直言って。で、山頂を狙うためにあえてそこまでは目をつぶって黒金ルートで下まで行く。もう道は完全にできてますね、これ。黒金までは。あそこが薬師岳、大体30分で薬師岳とイーブンの、まあ標高は違うんですけどね。鉄山が見えてきた。おはようございます。おはようございます。おはようございます。40分、静止台のちょっと手前で、あれ籠山なんですけど、雲がねすごい勢いで巻いてきちゃって、これ山頂厳しいかな。平直、9時42分、誰も行ってないわ。だいぶ雲かね、4人の方とすれ違ったんですけど、まあ、昨日小屋に泊まられて今日山頂アタックはしてないそうです。まあそんな感じですよね。めちゃくちゃ綺麗。鉄山がすごく綺麗です。ただもう雪に巻かれちゃってんな、これやっちゃったな。いや、出発してから1時間ですね、黒金小屋に着くまでは。塩沢登山、こっち俺好きなんですよね。冬は黒金小屋は今年の3月末をもって、まあ、リニューアルのためちょっとお休みになるそうですね。一回もついてんな。さてどうするか、行きますか。10時アタック開始。
かご山。真っ白だ。ホワイトアウトの世界かな。来る人たちもいるんだ。そう思うんだな。よし。こんにちは。上で登ったんです。かご山。さっきの方9人ぐらいのパーティーでしたが、途中で戻られたと。まあ当たり前ですよね。ついちゃったな。さて、どっち行こうかな。登ってんだ、あの人。普通じゃねえな。岳だけからのルートに合流。あと15分も登れば山頂です。山頂誰か登ってるのかな、これ。来てねえな、山頂。よいしょ。
テレビ局。休んでられます？さて戻ってきました。人がいますけど、やっぱゴンドラ動いてないですね。山頂爆風でしたので。まあ楽しかったですね。時刻は12時20分。